でそれではあんまり喋ってないで、そのクルトワイル、アクトクルトワイルの中から一曲、やっぱクルトワイルって言えばサンモンオペラでしょう、サンモンオペラといえばこの曲でしょうと思うんです。モリタート。お台場見てのおかえりさ、俺が噂のまだない、片手に花束、心にナイフ、にっこり笑っておさらばさ、背中に映る街の景色、空にはためく鍵十字、次々起こる不吉な事件、みんな俺のせいにする、万引きこそ泥、隣の女房銀行ごと、おまけに国まで手当たり次第盗み出して、足元見たら影もない、モノクルかけた女装の男、酒と煙のアンドワー、地上に出ても変わりゃしない、世界はおよそあきゃばれ、犬が西向け、尾っぽは東、運命操る待ってない、お前か俺か、それともあいつ、どこに噂の待ってない、お前か俺か、それともあいつ、どこに噂の ランク、シナトラとかいろんな人が英語ではマーク・ザ・ナイフというタイトルで、ね、歌ってまして、覚えてた曲なんですが、ああそうなんだね、三文オペラという、まあ、オペラがあって、その中の曲だったんだ。そういえば自由劇場の人たちと串田和美さんとか、吉田秀子さんなんかとその三文オペラをやったことありますけど、マッキーの役の人が歌うわけじゃないのね、このマック・ザ・ナイフっていう、まあモリタートはね、その狂言回しの人が歌うって言ってて、あそうか、三文オペラってお芝居やったらマッキーの役の人じゃないんだみたいな、まあでも自由劇場のその三文オペラっていうのは二重構造になってて、なんか旅芸人の石田がそのサムオペラを演じるっていうんで、普段内気な私の役どころがね、内気なあんまり生かさない男がマッキーをやるっていうのがいいんだというような、そういう構成になってて、で結構アホ劇っていうタイトルがついてて、でメイクもね、黒のピエロっていう、ピエロでも赤いお花じゃなくて花が黒いんですよね。で黒のピエロっていうそのメイクの仕方があって、その、メイクをしたりなんかしてっていうのが、まあ、後で、そのサンモペロを演じることがあるんですけど、この時には、まあ、ちゃんとクルトワイルをアクトクルトワイルっていうことで自分でも歌ってるんですが、で詩の方は加藤忠さんが書いて、他には僕がまあ、訳詞というか詞を作ってる曲もあったりなんかするという、そういうアクトシリーズなんですがね。で大体ね、
ちょっと渋い人を選んでるって言えば選んでるんですよ。で最初の頃で最初がクルトワイルでしょ。でこの時は音楽がね林光さんなんですよ。でアコーディオンは小葉さんだったんですよ。この時から小葉さんとのお付き合いが始まるわけなんですけど、で2作目ぐらいからはもう小葉さんが音楽もやってたかな。で全部弾いて、あの人のね小葉さんのすごいところはねテンポがいつも一緒っていうね、これはすごかったですね。僕はリズムってあんまり得意じゃないんですよと言いながらね、いつも同じ毎日同じテンポっていう、それはすごかったな、うん、これはもうその時にはもう本当にクラシックのプレイヤーの人たちともいろいろ林ひかるさんの頃もそういう人たちが来て演奏してくれてたし、うん、小葉さんになってからも本当にいろんな人たちと、一緒にやらせてもらって本当にいい経験というか勉強というか、でまあセリフを言うということに関しては、まあ、2回目ぐらいかな、どの辺までだったかな、なんかダリのあたりかな、4回目ぐらいになった時にやっぱり、まあ、大きな声でやりたくないんだとかっていうような話もした覚えがあるんですがね。でもまあ、最初の頃は難しいと言われるのが悔しかったから一生懸命頑張って大きな声出してたんですかね、うん。